はい、皆さんこんにちは。今回は新型プリウスのキント専用グレード U グレードを見てきましたので、皆様と一緒に見ていきましょう。ウィンカーライトはこのように点灯いたします。新型のプリウス U グレード、キント専用のグレードになります。それでは早速新型プリウスを見ていきましょう。キントでは新型プリウスに U グレードのほか Z、G グレードを設定し、キントアンリミテッドの受付を開始しています。詳しくはリンクを概要欄に貼っていますので、ぜひそちらから確認してみてください。はい、それでは新型プリウスを見ていきましょう。こちらはキント専用車の U グレードとなっています。月額利用料は 16,610 円からとなっています。キントの説明もしながら新型プリウスを見ていきましょう。プリウスのヘッドライトはフル LED バイビーム式ヘッドライトとなっていて、1灯の光源でロービームとハイビームの切り替えが行えるとても明るいライトとなっています。キントの契約プランには3年、5年、7年があります。2019年2月にサービスを開始したキントの4割超えが20代、30代、さらに40代、50代の方が4割程度、60代、70代の方は2割ほどと幅広い年代の方に利用されています。契約は7年プランが一番多く、続いて5年プランが選ばれています。契約プランを長期で利用することで割安になることや、1台の車を長く乗り続けたいと考えている方が多いようです。新型プリウスのウィンカーはこのように点灯いたします。こちらの部分が光っていますね。とてもかっこいいですよね。新型プリウスはスタイリッシュなデザインとスポーティーな走りに加え、さらなる低燃費を実現しています。 2WD の燃費はですね、 32.6 となっております。排気量は 1.8 リッター。新型プリウス U グレードに標準装備のタイヤは195-60R17 のタイヤを装着しています。ダーク塗装でスポーティーな樹脂フルキャップとなっています。新型プリウス U グレードのボディサイズは全長 4600mm、 全幅 1780mm、 全高は 1420mm となっています。キントで契約しますと、ご契約後 1.5 から2ヶ月で納車となっています。今新型プリウスを契約しますと、かなりの納期がかかる状態となっています。納期が早いのもキントでの契約のメリットとなります。簡単お見積もりはリンクに概要欄を貼っていますので、ぜひそちらから確認してみてください。新型プリウスのリアテールは一文字のリアコンビネーションランプとなっていて、先進的かつ視認性の高いコンビネーションランプとなっています。それではプリウス U グレードからスタートするキントアンリミテッドを見ていきましょう。まずキントアンリミテッドは今までのキント1に加え、4つの新しいサービスが加わります。キントは車の維持に必要な諸費用が込み込みとなっていて、車両本体価格、登録時諸費用、自動車税、自動車保険、車検、メンテナンス、消耗品、故障修理、代車などがすべて込み込みの価格となっています。これらに加え、プリウスの U グレードから4つの新しいサービスがプラスされます。ソフトウェアアップグレード、ハードウェアアップグレード、コネクテッドドライブトレーナー、コネクテッドカーケアなどが付帯されます。例えば安全装備の機能をアップグレードしたり、パノラミックビューモニターなど快適装備を後から追加できます。新型プリウスのブレーキランプはこのように点灯し、ハザードランプもこのように点灯いたします。続いてバックランプはこのように点灯いたします。はい、こちらの車両にはですね、このようにですね、パノラミックビューモニターが装着されてますので、カメラが装着されてます、ミラーはですね、こちらブラックのミラーとなっております。サイドから見るとこのようになっていて、プリウス独自のモノフルモシルエットを引き継ぎながら、低重心化と台形タイヤの採用によってよりスタイリッシュになっています。はい、こちらは、キントシリーズの、U グレードタイプとなります。タイヤの周りは、このようにですね、無塗装樹脂のあるとなっていて、こちらですね、こちらもですね、こちらはですね、ピアノブラック塗装されていて、下側は無塗装樹脂となっています。そしてこちらのドアの周りの部分ですね、こちらは U グレード、 G グレードはこのようにですね、無塗装樹脂のブラックになっております。リアのタイヤ周りも、こちらですね、ブラックとなっております。新型プリウス U グレードは最上級の Z グレードなどと特に大きな外装の違いはなく、違いと言いますとホイールが違うぐらいです。はい、こちら新型プリウス特徴ですね、こちらがですね、これがボタンになっていますね。こうしますとこのように開きます。こちらですね、これボタンになっています。これをしますとこのように、ここはですね、わかりますかね、こうこれがボタンになっていますので、これをこう押しますと
ここが。しますと、このように。はい、こちらは新型プリウスの 1800cc の U グレードのエンジン周りはこのようになっております。このですね、センサー類も標準装備となっています。そしてフロント、こちらにはカメラがあります。そしてフロントのこちらのこれですね、こちらにもカメラがあります。プリウスの鍵はこのようになっております。はい、それではプリウスの中を見ていきます。こちらでこのようにしていきます。こちらは U グレードの内装になります。ここはブラックですね。フロアウィンドウスイッチはこのようになっております。そしてドリンクホルダーですね。ここはハードプラですね。ハードプラですね。ここはソフトパッドとなっております。ここはハードプラですね。 U グレードのシートはこのようになっています。6ウェイの指導式のシートですね。新型プリウス U グレードの内装はこのようになっております。はい、プリウスのペダルはこのようになっていて、オルガン式のですね、ペダルとなっています。はい、シートはこのようになっていて、ちょっとまあカバーがあるのであれですけど、このように、6ウェイのですね、指導式のシートとなっております。 ETC の挿入口とガソリンの給油口ですね。燃料はレギュラー仕様となっていますと、こちら AC100V。はい、そしてこちらが新型プリウスのハンドル周りになります。はい、このようにですね、左側には、オーディオ系のですね、電話であったりとか、ボリュームともしくは、音声認識の操作スイッチが集約されております。そして右側にはですね、運転支援系の操作系のスイッチですね、アダプティブクルーズコントロールなどのオンオフのスイッチがあります。またこちらはですね、試乗が可能になりましたらしていきたいと思います。ぜひチャンネル登録して、お待ちください。そしてですね、プリウスのメーターですね、このようにですね、ハンドルの上側に運転席から見ると、このような感じに見えます。そしてこちらはですね、8インチのですね、ディスプレイオーディオとなっております。はい、そしてプリウスのエアコン操作パネルのスイッチはこのようになっております。はい、エネルギーフローはこのようになっております。はい、エアコンの吹き出し口このようにですね、なっております。はい、このようにですね、見てわかりますかね、このエアコン操作パネルの周りもですね、ピアノブラックで仕上げられておりますので、高級感がありますね。そしてエアコンの吹き出し口はこのような感じになっております。このようにですね、シルバー加速した、ナビの下のこの部分ですね、美しいですよね。そしてこちらですね、このようにですね、ナビの下側がちょっとこうちょっと段があるようになってますね。これ液晶を操作するのにこちらに手を置いて操作しやすいように、設計されております。はい、そして助手席のドアはこのようになっております。はい、そして U グレードのシフト操作マチックはこのようになっていて、電気式のシフト操作となっていて、こちらをこうして、これで D に。そして R は、これで R になります。これバックオンです。そしてマルチビューカメラはこのようにですね、上から見たようなこちらの図と、バックモニターの映像がこちらに映るようになっております。駐車 P にするときはこちらを押します。はい、そしてドライブモードですね、こちらを押しますと、ドライブモードがですね、パワー、エコ、標準と選択できるようになっております。はい、そしてこちらがですね、ブレーキホールドですね。そして、電動パーキングブレーキのスイッチですね。こちらも基本的には、自動でオンオフされますので、使用することはないかと思います。こちらがスイッチがあります。そしてこちらが、EV モードのオンオフのスイッチ、そしてこちらが、トラクションオフのスイッチとなっております。 Z グレードですとこちらが充電ホルダーになりますけど、 U グレードはですね、このようにですね、小物入れとなっております。はい、そしてセンターコンソールはこのようになっていて、結構広さがありますね。そして USB のタイプ C のポートが2箇所標準でついております。はい、そしてエアコン操作パネルの下側ですねにはですね、 AC アクセサリーのコンセントと USB のタイプ C のですね、ポートが2箇所あります。そしてこちらにですね、小物置き場となっております。そしてこちらがですね、こちらを開けますとこのようにさらに下に小物収納入れがあります。さらに後ろ側にこのようにドリンクホルダーがあります。
そしてグローブボックスはこのようになっております。現状ですね、こちらがですねスナイトになっています。このようにですねとても綺麗にスナイトが光ります。これはおしゃれですね。運転席側、助手席側となっております。そして、こちらにですね、SOS のもし何かあった時の、ボタンがあります。はい、そしてこちらはですね、サンバイザーですね。このようになっていて、こちらを開けますと、ミラーが使用できて、さらにですね、LED のライトとなっております。はい、そして助手席側ですね、もう同じようにですね、このように LED となっております。はい、新型プリウスの U グレードの天井はこのような感じになっております。エンジンのスタートボタンはですね、こちらにパワーボタンがあります。ワイパーですね。さらに右側には、ライト類のスイッチ、さらにこちらの奥側には、オドメータートリップのスイッチがありますね。はい、あとこちらにですね、こちらの車両はですね、パノラミックモニターのボタンがついていますので、このようにですね、車の周囲を確認することができるようになっております。このようにですね、360度、車の周囲を、車の情報から見たような、映像をこちらのナビ画面に映すことができて、周囲の安全確認を行えることが可能となっております。こちらのボタンを押すことでですね、こちらはシースルビューモニターといって、車を透かしたような映像を映し出すことができます。停止したいときはこちらですね。切り替え停止はこちらになります。それではリアを取っていきましょう。はい、リアの動画はこのようになっております。運転席と同じようにこちらはブラックですね。こちらはハードコラ。ここもハードですね。ここもハードですね。ドリンクホルダーとなっております。続きまして、新型プリウスの後席はこのようになっています。後席はこのようになっております。リアの読書灯も LED となっています。はい、シートはこちらをですねすることでフラットにですねこのようにすることが可能になっております。はい、リアのシートを、左右両方倒すとこのようにかなり広いラゲッジスペースになります。はい、トランクはですね、こちらのテールライトのこの下側ですね、丸いのがロックになりますので、この左側、こちらを開けますと、押しますと、はい、購入前の注意点としましてですね、こちら、U グレードはこのように、電動ではないので、この辺でちょっと持ち上げて、こう手動で開けるタイプとなっております。開けると、広さはこのようにかなり広いスペースとなっております。はい、これぐらい広かったらですね、スタッドレスタイヤなど4本積むことができますので、交換時も楽々ですし、右側には LED ライトがついています。左側にはこちらにですね、 AC100V のこちらはコンセントですねが装着されております。後席のシートがフラットに倒れるので、荷室スペースがかなり広くなります。これはいいですね。新型プリウスのマフラーはこちらのボディの右側にあります。はい、シートを起こすとこのような感じになります。閉めるときはこちらで、解除2回電子音が、ロックのときは1回ですね。はい、ということで今回はですね、新型プリウスのこちらは、キント専用のグレード U グレードとなっております。キントのですね、サイトをリンクに貼っておきますので、そちらからぜひですね、ご覧ください。キント専用の U グレードとなっております。はい、キント専用の U グレードとなってます。めちゃくちゃかっこいいですね。ホワイト、プラチナホワイトパールマイカとなっております。ブラックの新型プリウスも公開しますので、ぜひそちらも合わせてご確認ください。また、皆様の高評価いいねをお待ちしています。高評価いいねが動画作成の励みになっています。ぜひよろしくお願いします。また、キントや新型プリウスについての動画も今後上げていきたいと思います。キントで新型プリウスを契約された方にお願いがあります。契約された理由や意見や感想などをお聞かせいただけたら嬉しいです。検討を迷われている方の参考になりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではチャンネル登録、高評価ボタン、コメントもよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。新型プリウス、キント専用の U グレードを紹介してきました。